はいといととうこででお知らせです1月16日日曜日夜7時半から NHK で放送される「ダーウィンが来た衝撃の狩り海の悪魔アンコウの番組の 中中ででここのエノーラでも撮影されれた水中映像が流れる予定となっていますちょうど今見れている話題のキアンコについての特集ですのですごい面白そうなので僕もしっかり見ていきたいと思いますえなのでお時間ある方は是非リアルタイムでもし都合が悪くて見れないよっていう方は是非録画して見ていただければと思いますので1月16日日曜日夜7時半から「NHK ダーウィンが来た」是非チェックしてみてください。